第三説骨髄造血説の矛盾と造血幹細胞の不思議ところが実験を重ねていくうちに血管の中を流れている末梢血の中からも培養実験で寒天培地にコロニーを形成する造血幹細胞が検出されるという事実が分かってきました末梢血の中の血液細胞は骨髄の細胞と違って分化しきった細胞であり 身分化な細胞が出てくるのは、白血病、骨髄やリンパ節の弱かな白血球が腫瘍性に増殖した血液の悪性腫瘍や類白血病反応激しい炎症反応があり弱かな白血球が骨髄から末梢地中に動員される状態の時だけであるというのが学者たちの常識でしたこの実験結果は非常に重大であると思います 一般的にはこの現象を骨髄中に存在する造血幹細胞が末梢地中に流れ出しているのだと説明していますがあくまでそれは骨髄が造血臓器であると仮定しての話です。定説では大正期に卵黄の上に存在した造血幹細胞が末梢地中に流れ出しある時期に骨髄に定着して造血を開始すると考えています。 しかし、この定説は、単なる憶測の類に過ぎず、誰も、造血幹細胞が骨髄に流れていって、造血を開始した現場を見た人はいないのです。例えば、造血臓器とは、造血幹細胞が存在する場所であると定義すると、骨髄のみならず、血液全体が造血臓器である、ということになるはずです。血液学者たちは、 この矛盾に気づいていないのか気づいていても知らぬふりをしているのか一向に反応がありません試議論の対象にすらなっていません血液学者全員がこの矛盾に知らぬふりをしているわけではありません瀬能左千丸氏元岡山大学病理学教授は肝細胞批判最新医学1973年という論文の中で骨髄に 形態学的に造血幹細胞と考えられる細胞が存在しないことそして末梢値の中からも培養実験で寒天培地にコロニーを形成する造血幹細胞が検出されることなどから次のように論破しています血液学者の頭の中で長い間想定され続けてきた未分化な幹細胞は未だ誰その形態を見たことがない あるいはそのようなものは初めから存在しないと考えた方が妥当であるもし異常状態での造血に際してそのようなものを求めるとすればもう一度考えを新たにして成熟細胞の脱分化多細胞への転換ということを真剣に考えるべきではなかろうか要するに一般的にイメージされているような骨髄の未分化な造血幹細胞などは存在せず 成熟した思われている細胞が変化して、これを脱分化という若い血液細胞を産生しているのではないかというのです。瀬納氏もこの現象を証明したわけではありません。しかし、瀬納氏の結論は、造血の過程で、千島学説第2原理の赤血球と組織の可逆的分化説で説明できる現象が存在する可能性があることを示しています。 赤血球や脂肪細胞のように分化しきったと思われている細胞が若い血液細胞に変化する現象も十分にありえるというのです。三浦教授氏元自治医科大学血液学教授は「血液幹細胞1977年」という著書の中で次のように述べています。一マス承知中には マジェンク細胞や赤目玉全マジンク細胞が証明されており要は化細胞は造血臓器から動かないという規制概念に反し幹細胞は成人になっても流血中をさまよっている三浦氏は血液幹細胞研究の第一人者でありいい加減なことは言わない人ですその三浦氏が造血幹細胞が末梢地中に存在するのは定説に反しており 不可解でかつ不思議な現象であると既成学説に疑問を表明しているのですこの事実はやはり今の学説がどこかで間違っていることを端的に示していると思います三浦氏は学者の直感でどこか間違っていると気がついていたとは思いますが残念ながら三浦氏も骨髄造血説という既成概念から脱却できていなかったのだと思います 第4説骨髄移植と末梢血管細胞移植骨髄移植は白血病などで造血細胞が障害されている患者さんを究明する大切な治療法ですこの骨髄移植という治療法が有名なために造血臓器は骨髄であるという漠然とした先入観が一般の人はもちろん医師の間にもありますしかし 骨髄を採取するには骨に穴を開ける必要があるために危険が伴い骨髄の提供者が死亡する事故も発生していますところが近年末梢値でも骨髄と同じ作用があることが分かり末梢値から造血幹細胞を分離して使用する末梢血管細胞移植という方法が確立して臨床に応用されようになりました この方法は採血するだけで済み材料の採取が骨髄採取よりよくかに簡単で安全です安全で簡単ということも重要ですが末梢値が骨髄と同様な造血作用があるという事実は一体なぜなのかという点が同様に重要ではないでしょうか以前の定説では末梢値には分化した細胞しか存在せず 未分化な幹細胞などは存在しないことになっていました。前述したように、この矛盾については、誰もが知って知らぬふりをしており、正しく答えられる研究者はいません。結局、現代血液学は骨髄造血説を盲信しているため、造血という重要な生命現象の本体をまだ解明できていないのです。最近は、 胎児の細体の中を流れている血液いわゆる最大値が造血幹細胞を豊富に含んでいる現象が知られるようになり簡単に造血幹細胞を採取できる部位としてよく利用されるようになりましたこれは胎盤の重毛が造血臓器であるとする千島学説からすれば当然の現象なのですが骨髄が造血臓器であるとする現代血液学の定説からすると このような部位に造血幹細胞が存在するのは奇妙な現象ではないでしょうかこのように骨髄造血説は無人だらけの学説なのですが長い間正しいと信じられてきたために誰も疑ってみないのが実情なのです以前私は日本血液学会の赤血球部門で学会発表をしたことがありますこのセクションでは 5台の演題がありましたが、聞く人はわずか5から6人で真面目に聞いているかどうかも定かではなく、会場は閑散として質問も議論もありませんでした。発表する方も聞く方も、ただ、学会に演題を出したから仕方なしにそこに座っているといったしらけた雰囲気でした。隣の会場では、 ある新薬の効能効果についてのセクションが行われていましたがその会場が超満員の盛況で会場の外まで人が溢れていたのとは大違いの寂しい状態でしたこのように現在の血液学会では赤血球や増血の問題はほとんど誰も興味を示さないバスへの分野に落ちぶれていますこのような学会は 時間と金の無駄遣いである言えます。